こんにちは、平塚です。今回はですね、コロナ禍が始まってしまう前、2020年に秋田で富士壺を食べた時の動画をお送りします。この時はね、水ダコという世界最大のタコを釣りに行っていたんですが、釣りが終わった後に秋田市内の市場で行ったんです。そしたらね、あったんですよ。ずっと食べたかった青森産の食用巨大富士壺が。で、もちろん買って宿で食べました。ここ何個売りなんですか？あ、何個でも膨らんで300円だから10個ぐらい。10個、はい、はい、1個はだいたい100円、120円ぐらい。了解です。市場で売られていたのは峰富士壺という大型の、おそらく日本で一番大きな富士壺でした。もともとはね、青森のローカル珍味だったんですが、最近は特産品として養殖もされていて、こうして他の土地でも入手できるようになってきたようです。冷蔵庫で、そうですね、丸1日以上30時間ぐらい放置しましたけども、まだ元気に動いてます。結構タフな生き物ですね。さすが長寒帯で、満潮干潮で水が引いたり溢れたりする環境に住んでるだけあります。大きいよね。九州の岩場とかに生えてるじゃないね、岩場に付着してる富士壺とは二回り以上も違うな。中身はそうですね、このグニグニ動いてる中はちょっとあれっぽいですね。食べたことある人はピンとくるでしょうけど、亀の手によく似てます。さあ、なんかだんだん愛着が湧いてきそうなんで、調理しちゃいましょう。ごめんな。さあ、匂えてきたけど、すごく嗅いだことある匂いがします。牡蠣を、海の牡蠣を孵化した時のあの匂いです。磯の香りがプーンとします。美味しそうって、これ絶対美味しいやつだ。匂いでわかる。はい、完成。うん、改めて見てもやっぱ富士壺っすね。じゃあ早速いただきましょう。富士壺いただきます。これを取り出す。よいしょ、ほら、おいで、おいで、よ、おお、出てきた出てきた出てきた。見える、この白い部分が褐色部、身の部分ですね。おお、美味しそう。結構思いのほかたっぷり身がついてる。とはいえ、まあ指先程度ですね。クリーム色のエビっぽい感じかな、肉質は。じゃあいただきます。うまい、うまいけど、これなんだろう、あれだね、やっぱり本当にお店の人が言ってた通り、エビとカニの中間、エビかカニじゃなくてエビとカニの合いの子というか、両者をミックスしたような味です。美味しい。この多分ね、壺の中に溜まってるおつゆも美味しいと思うんですよ。あ、濃厚。あの磯の香りお好きな方、あのホヤとかカキとか、そういう磯のものがお好きな方はかなり美味しく食べられると思います。あ、美味しいです。おすすめです。これはこうやってみるとさ、え、何、巻き貝、牡蠣っていう感じの見た目なんですけど、食べると、あ、確かに甲殻類、エビやカニの仲間だなっていうのが実感できます。面白い。予想通りの味なんだけど、びっくり。でもこれ結構高いよね。1個100円ぐらいだから、ほんの一口、1個あたり一口しか身が入ってないっぽいから、一口100円の食べ物ですね。あ、でも分かるわ、これにハマる酒飲みがいるってのも。いただきます。うん、甘い、旨味も強い、出汁も取れる、で酒のあてにちょうどいいサイズ感。これはぜひ東京沖縄でも食べたいですね。エビカニより僕はひょっとすると好きか。シャコとも違うね。エビとカニだ。うまい。これハマっちゃうわ、うん、もっと10個で言わずに20個30個買ってもよかったかもな。グッドです。必ずまた東北に来たら次も買います。ただ時期のものらしいんでね、いつまで食べれるのかなという感じです。またいい経験をさせてもらいました。ありがとうございます、東北の海。というわけで、今回は国内でほぼ唯一の食用富士壺である峰富士壺の試食をお送りしました。
興味のある方はね、青森や秋田の市場を覗いてみてください。いや東北までちょっと遠すぎて行けないよっていう方はね、富士坪に近縁の亀の手という生き物がよく似た味わいで各地の磯で取れますんで、そちらを試してみるのもおすすめです。では今回は短いですがこの辺で失礼します。またね。あ、溢れ散った。